はい、キャップキーパーの使い方です。冬場北西の風が強い時よく帽子を飛ばされたりとかします。あと船で行く時よく飛ばされてるのをよく見ます。使い方はもう簡単で、ここをバチッと外して止めるのも簡単です。バチッともうこれで止まってます。でもう片方の方に、服の襟とかへまたこれでつけます。これでもう飛ばなくなりますので、まあメーカーもの帽子とかによってはこういうふうに最初から備え付けられているタイプもあります。もう冬は、欠かせないですね、やはり。